日本東北地方秋田県秋田市太平太平名、長崎太平名長崎は秋田県秋田市にある大技。郵便番号は010-1102。住居表示未実施地区。秋田市の東部太平地区の中では南西部に位置する。南部を太平川が東西に横断し、並行して秋田県道28号秋田岩見船岡線及び、その旧道が走る。 太平地区の中心集落で、県道、街道を中心に平野が広がり、集落と農地が集中している。太平川南岸にも遺跡集落がある。他は山林地帯である。西、北は太平八田、東は太平寺には太平中間、南は下北種寒川、下北種松崎に隣接する。36の小技が現存する。 文禄元年8月22日の秋田家文元町内市に、石褒めの長崎407国余りとあるのが、初見資料である。石褒の意味あるいは語気かどうかは不明。慶長6年は秋田家文元町には、鉄砲州槍州の治行として17国3県を、長崎村のうちに設定した記録がある。鎌田明衛門大官所の中にも、 太平教の内目名先村334国余りとの記述がある。これらから、目の長崎が本来の名称だと考えられている。江戸時代を通じて、久保田藩領で、商法国院図では、本田東高七700国とされている。京方国院校長では村高656国余り、投七760国余り。京方軍有機では98件あって、うち、 枝里の小町、小蘇田、遺跡の参加村分が57件となっている。本町という村名がないのに、土地のものは本町と呼んでいることを不審に思う記述もされている。関西村府調では、親里で、東港739国余り。秋田風土記では600国98個があり、天保豪町では760国余り。 羽ね影温氏によるこの頃の人口は468人、個数98個、馬100、牛60。地区内で、町名整理、住居表示実施その他に伴う区画変更は行われていない。2016年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。地区内に、鉄道路線、駅はない。最寄り駅は、JR 東日本大羽本線。 上越本線、秋田新幹線の秋田駅。ありがとうございます。